クネスアイドルレボリューション。はい、どうもこんにちは、サルウィンです。トラドルの実況をしていきたいと思います。今日は最終日です。体調不良もかなりちょっとやばいんですけども、くじけずにアイドルとして成長できて最後までやっていきたいと本当に良かった思います。なんだかそんな気がし、思い出を見返せるんです、ね、というわけで、ララ、はるなちゃん、小手川、もも、ななメアが終わったので、あとはやみちゃんとみかんとあざわですね。いやー、ちょっとね、状況で考えてたんですけど、ちょっとあざわのフルコンプは無理そうです。じゃあみかん行きましょう。やみちゃんは最後にやります。あー違う、どうしても忘れてしまう。なんとか午前中に全て取りたいところですね。エッチーカードです。喉がだいぶやられちゃってるんで、極力喋らない方向でいきますね。あとだったら声なくていいんじゃないっていうかね、雑音が入るくらいならって気もするんですけど、最後なんでね、ちょっと頑張りたいという気持ちが先行しております。なんでもない、そういう元気はあるよ。このカードなかなかにエッチカードです。はい。ごめんね、ほんとなんかね、最後の最後でね、あ兄貴ってやつだ。バカ兄貴。あー、揃ってなーい。HR コンプしたかったなー。いやー、みかんの SR も多分、イラスト変わるところはなかったような気がしますよ。うん。確か。確かね。いいね、みかんの私服を堪能できる、素晴らしい。衣装も堪能できる、素晴らしい。あれ、
巻とかじっくりね、時間をかけて見たいところはあるのですが、私の体力、そして時間、いろいろとね、ちょっと悔しいです。ちゃんとね、各衣装とかがね、イラストにも反映されてると。逆輸入かもしれないけどね、イラストから衣装だったのかもしれないけど。なんかやっぱ新鮮ですね、こうやってカードでっていうか、カード枠がないイラストで見るのは新鮮ですね。あ、これ何気あれだもんね、海南高校の衣装とか着てるんですよってことですね、うん、はい、それを踏まえた上でプラスを見ていきましょう。進化後、まあ、多分イラストは変わってないと思うんですよね。いやーねー、ないぞ。さて、まあもう一頑張りですからね、頑張っていきましょうよ。やっぱちょっとね、みかんとかちょっとじっくりと時間をかけてみたいかなーって気がしますよね。ヤミちゃんはほんともっとじっくりと見ていこうかなと思うんですけどね。まあこれが終わればあと一通りかな。まあ最後にちょっとスカイライブとか、まあなんか最後に私のザレ事のまとめとかをね、一つ動画で上げたいかなと。で、最終的にはちょっと思い出動画とかもなんか作りたいかなと思うんですけど、まあ時間の許すところ次第ですかね。まあ、あとで作る分にはね、なんかちょっと遅くなっちゃうかもしれないですけど、その気になればね、全然時間はありますので。ただ鳥に関してはね、本当に今日中というか今日が最後なんで、今日中に撮らなきゃいけないんで、体調が悪かろうがなんだろうが撮るしかないってわけですよね、はい、頑張ってます。 バースデーはコンプできませんからね。高校生ではないけどね、あくまで最難校のってるだけ、まあ、高校生バージョンのやつはね、ね、いろいろと矢吹先生が書いてるやつとかあるんですけどね。はい、ここはイラスト変わります。ここは変わりません。ね、無言で処理していくからね、あえての無言でいきます。ここは変わります。ここも変わります。これ何気にね、はい無言で釣ったのにまったく。あ、でもちょっと元気になってきたかな。まあ喉の調子は悪いんだけど、いやでもなんか変にしびれとかがあるんだよね。なんだろうこのしびれは。衣装変わります。悔やまれるなぁ、進化後イラスト変わるんですが持ってません。悔しいです。
も変わります。は変わりません。これね、あれだよね、うん、さっきのイラストとかこのイラストもそうですけど、ヤミちゃんとイラストがつながる感じになってます最終的に全部つなげてみたらどうなるのかってちょっとやってみたいな、やってみようかな、うん、かわいい、ヤミちゃんと一緒、後ろに投げてみる、手がいる、ゴスロリっぽい衣装いいよね。かわいい。ノーコメント。これは変わりますね。ツアーミカ。なんかいいよね、結構好き、いろいろと衣装とかもろもろ込みで、衣装背景もろもろ込みで好き。角度自重、こだわりがあるね。もまあ見てもよかったかもねと今更ながらにな、イエス、進化後からいきます行きますみたいな、そうそうね、みかんも、あみかんはね、あれなんですよね、ね1周年のやつとラブガチャ課金のやつとは放課後がありません。取れなかったんだよね、悔しい。これもイラスト変わります。最後のやつですねはい、3回おいしいやつですね。はい、なか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 ですね。はい、これはイラスト変わってないはずでーす。これはイラストが変わっております。はい、次はなんか残っちゃった。これもイラストが変わっております注目です、注目です。これは変化がないはずです。これも特に変化はないはずですゲフンゲフン。これは衣装が変わっております。ちゃんとね、ゲーム内にある衣装に着替えてくれるっていうのはいいですよね。これは特に変化はないはずでーす。これはエプロンが取れております。多分それだけだと思うんですよね。後ろのこういう細かいところは多分変化はなかったはずです。確か。まあ詳しくは各自見てください。はい、次いきます。これは衣装が変わっております。水着っぽい衣装になりました。水玉です。注目
は拡大図帳みたいな変わってないと思いますよ。これってあの二人なのかな、なんかちょっと違う気がするけど、この子ってなんか印象はあるな。たこ焼き、わわわ、なんかついてきた。これも変化はないはずです。ちょっとなんかこのみかん胸が大きく見えるね。これも残念ながら変化がないはずです。このリトサルみたいなも変化はないはずです。少しぐらい透けてくれてもゲフンゲフンなんてね。はいはい、次します。これも変化はないはずです。はい、次します。まあこれも特に変化はないはずです。これも特に変化はないはずです。はい次行きます。ごめんなさいね、ほんと喉がいかれちゃってるんで。適度にゲフンゲフンします。これも特に変化はないはずでございます。はい、これもそうですね、特に変化はありません、多分。はい、次、これも特に変化はないはずでございます。はい、ふぅ、変わるならガッて変わってくれてもいいかなと思いますよね。衣装とかが変わるのもね、それはそれなんですけどね。これは変わってないと思いますが、このイラストはね結構好きですよ、色合いとかもろもろ込みで、うん、はい、これも特に変化はないはずでございます。多分これも変化はありません。わあ、なんか半分しか出てない。どうした？はい、これも特に変化はないかな。この辺のなんか水泡みたいなのがポコって出てるのがあるけどね、それぐらいですね。細かい変化はない、細かい変化って細かい変化はあるけど大きな変化はありません。これも特に変化はないはずでございます。すごい透けてない、元からだけど。よし、もうちょっとで、これは変化がありましたね。最後の皮って感じかな。なんかいる。はい、というわけで最後に UR を見ていきましょう。他のキャラに比べると露出は少ない感じかなって感じですね。あー、メアだけなのかな、他のキャラが映ってなかったなんて。なかなかいい衣装ですね。
ギャラクシーライブ。シャイニングストラキラって感じ。なかなか躍動感のあるイラストですね。そしてギャラクシーツアーでフィニッシュ。キラーって感じね。うお、眩しい。はい、という感じですね。はい、というわけでね、みかんのカードイラストの紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。